バスケは酸素。どうもバンバです。今回の動画はダラスマーベリックスの10年後編ということで、前回の続きなのでいつものファン紹介は次回に繰り越します。応募方法は概要欄を見てね。前編まだ見てない人はね、多分この辺に表示されると思うから前編も見てあげてほしい。その他今回も 120% 楽しめるからって言ってもね、分かってるよ、見ない人もいるだろうから。タイムアウトの前編後編動画は全部トイストーリー1、2、3、4のようになんと1個1個で成立するようになってるのよ。今回はマブストーリー2ですが、やっぱトイストーリーも1を見とくとアンディとの絆がわかるじゃん。マブストーリーも1を見とくとノビツキーの苦労がわかるじゃん。ということで早速本題に入っていきましょう。本題に入る前にチャンネル登録と通知ボタンのオンを。皆さんよろしくお願いします。ダラス・マーベリックスが優勝メンバーのジェイソン・キッドと別々の道に行くことになって以降、彼らは安定して司令塔の役割を担ってくれるプレイヤーをずっと探していました。レイジョン・ロンドはそんなダラスが獲得した当時リーグでもトップクラスのポイントガード。マブスのデビュー戦では相性が心配だったエリスとも共存し、強豪であるスパーズに勝利。ロンドが8年間を過ごしたブルース・セルティックスのホーム TD ガーデンに帰還した時には苦手と言われているスリーポイントをボコボコ決め、29得点のシーズンハイでマブスの勝利に貢献。ノビツキー、エリス、パーソンズに加えてロンドが中心となってオフェンスを引っ張るマブスの未来を考えると、当時は全てが明るく見えました。この瞬間が訪れるまでは、自由にプレーメイクをさせてほしかったロンドはリック・カーライルのプレーコールに反抗。ロンドは NBA でもトップクラスのバスケ IQ を持っていて、過去に何度もアシスト王を受賞してきたプレイヤー。リック・カーライルも選手を得て頭脳派コーチとして NBA で長年ヘッドコーチを務め、彼には2011年にダラス・マーベリックスを優勝させたという大きな功績があります。この口論の結果、ロンドには1試合の出場停止処分が下され、結局あまりロンドはチームにかみ合わないままプレーオフ1回戦に進みます。1回戦の相手はヒューストンロケッツ。この年のロケッツにはかつてマブスでノビツキーとシンクを共にした戦友のジェイソン・テリーがいました。プレーオフで何度も救われてきた彼のスリーポイントが今度はマブスを苦しめてきてるのは辛かったし、テリーはノビツキーの癖を全部知ってるので先読みして嫌なディフェンスをずっとしてきたんですけど、それでもノビツキーがテリーの上から N1 を決めたのが印象深かったシリーズですね。親友同士の対決は本当いろいろ感慨深いですよね。しかしこのシリーズ一番のドラマはこの2人の関係性ではなく、ロンドとカーライルの関係の終わりでした。さすがはプレーオフロンドと言われるだけあって、1試合目は負けはしたものの、ディフェンスではハーデンを抑えながらオフェンスでもチームに相当な貢献をしていました。なおリハビリ用のパーソンズはゲーム1でシーズンが終了しますが、ロンドは迎えたゲーム2で前半約9分しか使われておらず、後半は第3クォーター開始の34秒しか使われませんでした。バスケットボールの世界では約30秒でいろいろなことが起こります。一方で35秒で13得点をするプレイヤーもいれば、34秒間の間にファールを1回、2回、そしてテクニカルファールを1回。すぐさま交代が告げられましたが、この試合を通してずっとロンドはリック・カーライルに反抗していて、前半にはなんと8秒バイオレーションまで犯しました。 NBA の試合ではまずない光景ですよね。この試合の後にロンドはダラスのユニフォームをこれから着ることがあると思いますかという記者の質問に対して、リックはそれはないと言い切るわけです。実際このゲーム2はロンドのダラスでのラストゲームになってしまい、トップクラスの司令塔を獲得したと思いきや、ロンドのトレードで送ったジェイ・クラウダー、ブランダン・ライトという2人のキープレイヤーをマブスは失い、さらにシーズン終了後にはエースのモンテイリスまでもチームを出ていってしまい、これは悲しかったです。まさかロンドのハッピーセットでついてきたプレイヤーが今ここまで成長してくれるとは全く想像できませんでしたが、チームとしての選手層は確実に薄くなってしまいました。とにかくロンドは今でもマブスファンに白い目で見られているんですけど、いろいろな記事を読むとリックも相当頑固だったみたいなんですよね。仕方ありません。マーベリックスの区は癖の強い頑固なヘッドコーチが指揮するの区です。 NBA プレイヤーの移籍はもちろん故郷でプレーしたいという気持ちだったり、地理的な要素も関わるのですが、親友であるプレイヤー同士の勧誘で移籍が決まるという人間関係的な要素も結構大きいんですよね。2015-16年のシーズンが始まる前、ダラスはラッキーなことにパリピで友人関係の多いリハビリ王チャンドラー・パーソンズが、そのシーズンにフリーエージェントだったデアンドレ・ジョーダンと親友だったのです。過去にハワードに勧誘のプレゼンをして失敗したダラスですが、皆さんジョーダンにはどんな勧誘方法を取ったと思いますか？思うんですけど、やっぱ人はね、誰だって本心では主人公になりたいじゃないですか。クリッパーズにはクリス・ポール、ブレイク・グリフィンというスーパースターがいたので、ジョーダンはチームの3番手でした。
そこをつくことを決めたダラスはパーソンズを筆頭にチーム一丸で決めダラスの中心選手になれるという趣旨の勧誘をして、それ以前からクリス・ポールとの不仲説も流れていましたが、なんとジョーダンはダラス・マーベリックスと口頭で契約に合意しました。NBA ではフリーエージェントが解禁される前に選手と会って契約を口頭で確定させて、そして次に紙の本契約っていう流れになるんですけど、この口頭での合意の段階で選手の移籍が確定するわけで、メディアも決まったかみたいな感じで報道を始めるんですよ。僕もこの報道を聞いた時は本当飛び跳ねました。ですが契約書にサインができるようになる直前に、クリッパーズのオーナーのスティーブ・バルマーやヘッドコーチのドック・リバースに加えて、クリス・ポールにグリフィン、ポール・ピアスなどが球団総出でジョーダンの自宅に説得に向かい、ジョーダンはほとんど監禁状態にされ、マブス側からの連絡には一切応答せず、ついにジョーダンは気持ちを変えてマブスとの約束を破り、クリッパーズとの4年契約に合意しました。急にフリーエージェントでまた一からセンターを探さなければいけなくなったダラスですが、ジョーダンが気持ちを変えた時にはほとんどのフリーエージェントのセンターは他のチームに取られていて、残ったザザ・パチュリアと契約して、なんと彼がスタメンセンターになってしまいました。ノビツキが残されたキャリアで勝てる確率がガクッて下がったのに、一つのチームの今後数年間の未来が暗くなったのに、何もその本人だったりチームが罰されないっておかしくないですかね。クリッパーズとマブスは同じウエストのチーム、そしたらそれさ、モラル的には白い目で見られるけど、黙ってれば戦略的にライバルチームを蹴落とすために使えないって、これはねマブスファンもブチギレてましたし、これがねその当日の僕の文章の様子なんですけど、マブスマン、いやダサいな。僕はマブスファンなので、今日この報道を聞いた時は本当に憤りを感じました。 DJ も DJ ですが、今年はスパーズにマブスの敵を取ってもらいたいです。でシーズンが始まる前からシーズンを諦めてますね。オルドリッチとダンカン頼むぜ。いや他人任せ。そんな低い期待値のままシーズンが始まりますが、なんと開幕してすぐにダラスのホームでクリッパーズ戦がありました。 NBA ナイスです。ジョーダンはダラスで観測史上最大級のブーイングを受けます。この日だけは絶対勝ってくれって思ってたんですけど、新加入のマシューズやノビツキーの活躍で大勝利。マブスはそこから勢いづいてなんと6連勝をしたり、新加入のデロン・ウィリアムズもこの最高のブザービーターを決める試合もありました。ヘッドバンドの男があの位置からブザービーターっていうのはマブスでは見覚えがありますよね。そして残念がっていたザザ・パチュリアもなんとシーズン途中までダブルダブルを記録するというキャリアハイなシーズンを送って、ダラス・マーベリックスはファンですら予想しなかったプレーオフに進みました。そしてプレーオフの1回戦のゲーム2では、試合後にドーナツを約束されてたか分かりませんが、サンダー相手にレイモンド・フェルトンがどうしたという大活躍。ガードなのにダブルダブルをまさかの得点とリバウンドで達成。いやそこはアシストだろと笑わせてくれました。結局この1勝だけでサンダーには1勝4敗で敗れてしまい、確かに今年はプレーオフ出れたけど、このメンツで来年どうすんのといった感じでした。ここで僕たちを倒したサンダーのケビン・デュラントがウォリアーズを倒しかけるのですが、結局負けてしまい、 2016-17 のシーズン開幕前、彼はゴールデンステートウォリアーズに移籍してリーグを震撼させました。この年は KD を獲得した影響でウォリアーズが放出せざるを得なかったハリソン・バーンズをマブスが獲得。ウォリアーズでは非常に優秀な4番手5番手でしたが、ダラスではいきなりエースになるという期待に見事応え、彼は暗黒期の中唯一僕たちがすがっていたプレイヤー丸1でした。ちなみに丸2はセス、ステフの弟はこの年ダラスで大ブレイクを果たしました。丸さんは当時2年目のジャスティン・アンダーソンだったのですが、このシーズンからドリアンとかいうドラフト外の選手が急に同じポジションで、我々が自らドラフトしたジャスティンよりも使われ始めます。彼が後にここまでダラスに必要な男になるとは。そしてダラスは干されたアンダーソンとボーガットでナーランズ・ノエルを取ります。このノエル君は過去に怪我さえなければドラフト1位だったとも言われるぐらいのディフェンシブマインドなビッグマンで、しかも当時はまだ22歳。ダラスはタイソンが抜けてからというものずっと安定したセンターを欲していましたので、彼も希望の星でしたが、リックはとにかく彼のことを使います。当時はね、またリックの好き嫌いかよってムカついて、この辺で私のプロフィール画像がね黒く闇出します。そうやってベテランばっかに頼ってるからいつまで経っても強くならないんだよなんてね。どうやら彼には努力量が足りていないと見ていたようで、結果的にはそれは正解だったようです。ノエルは次のシーズンには干されすぎてハーフタイムにホットドッグを食べていました。またなんといってもこの年のハイライトはノビツキーがキャリア3万得点を記録した瞬間でした。
ドイツにいた頃からノビツキを見てきたコーチのホルガーの涙が僕は一番グッときました。マーベリックスは 2016-17 シーズンを33勝49敗と大きく負け越しますが、ダラスの未来が動き出したのは2017年の NBA ドラフトからでした。 With the ninth pick in the 2017 NBA draft, the Dallas Mavericks select Dennis Smith Jr. from North Carolina State University. マーベリックスは9位でデニス・スミス・ジュニアをドラフト。彼はマーベリックスがロバート・トレイラーをドラフトしてダーク・ノビツキーにトレードした1998年のドラフト以降初めてのトップ10ピックでした。これは僕高校生から応援してたプレイヤーなので今でもノビツキーと並んでね一番好きなプレイヤーなんですけど、当時はもうとにかくめちゃめちゃ嬉しかったですね。ジュニアサマーリーグでヤバいダンク未遂を披露したり、シーズン開幕戦ではいきなり16得点10アシストで大活躍。その後も見たことのない身体能力で観客を沸かせ、チームが負けても彼が活躍してればいいやっていう、スミスは弱すぎるマブスの希望の星でした。輝いてました。彼はフランチャイズプレイヤーになるんだろうなって誰もが思っていました。この頃のダラスは日替わりランチのように G リーグから選手を発掘してきては使ってを繰り返していました。そう、彼が唯一の成功者でしたね。180センチのヨギ・フェレルはブレイザーズ戦で39本を含む32得点と大活躍してロスタースポットを獲得。ダラスとの10日間契約からオールルーキーセカンドチームにも選出されるというこの年のドラマを生みました。このシーズンは24勝58敗、リーグ30チーム中27位と負けに負けたシーズンでした。当然リーグで3番目に弱いチームには順当にいけばドラフトでは3位指名権が降りてくるはずなのですが、ドラフトロッタリーでダラスは5位に転落してしまいます。ダラスのこの辺りの運をここまで恨んだ日はありません。そう、マーベリックスの2はついてないの2なのです。この年のドラフトには僕の弟のモーバンバがいたとはいえ、僕自身だいぶ前から絶対この選手と思っていたルカ・ドンチッチがいました。ドンチッチは上位3位は確実だったので5位では絶対に取れません。なので当時はダラスがウェンデル・カーター・ジュニアをドラフトするんじゃないかって説が一番濃厚でした。ドンチッチはもう取れないもんだと思って半ば諦めてました。だからこそドラフトの当日にアトランタ・ホークスとのトレードが決まったことはもう運命的というしかありませんでした。The Hawks will select Luka Doncic with the third pick. They will send him to Dallas. Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia and Real Madrid. このシーズンは21年間にわたってダラス・マーベリックスを支えてきたダーク・ノビツキーの現役最後の年でした。ノビツキーからドンチッチへ、一人のヨーロッパ人選手からもう一人のヨーロッパ人選手、ドンチッチは開幕した瞬間から彼がこれからのダラスを背負っていくんだと確信させてくれるようなプレーを見せました。ドンチッチの大活躍は嬉しい一方、この頃のスミスはドンチッチにプレースタイルをアジャストしててくれました。チームのフランチャイズプレイヤーになると言われ1年目を過ごしたのに、だん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 ボールがドンチッチに渡っていく中で、彼はそれでも自分の役割を見つけようとして、例えば1年目にそれでは知られていなかったディフェンスをすっごい頑張ってポール・ジョージのワンオンワンを抑えて勝った試合もありましたし、ベバリーに歯を折られながらもトバイアス・ハリスを彼がブロックして勝った試合もありました。今までドンチッチが来る前は考えられなかった役割を果たしてチームに貢献しててくれました。でもスミスは最終的にもっと自分らしさが出るところでプレーしたいとチームにトレードを要求しました。当たり前だよ、そりゃそうだよ。スミスは個人としてどこに行こうが応援しようと思いましたし、もちろんトレードで来るプレイヤーも大切にしようと思いました。結果ダラスはニューヨークニックスにスミスをトレード、引き換えにティム・ハーダウェイ・ジュニアとご存知現在ドンチッチと並んでダラスの2枚看板であるポルジンギスを獲得しました。ドンチッチとポルジンギスの獲得で周囲からは最も未来が明るいチームともてはやされるようになりましたが、やっぱり僕はスミスとドンチッチが引っ張るダラスを想像していたので、最初はねめちゃめちゃ嬉しいって感じではなかったんです。ただ今年たった2年目にいきなり MVP 候補にまで駆け上がったドンチッチと完全復活の兆しを見せてくれたポルジンギスにはワクワクせざるを得ませんでした。今年のダラスほど、そしてこれからのダラスほど楽しみになっているチームは本当に久しぶりです。今シーズンはこれからどうなってしまうか分かりませんが、今年の5月1日でダラスマーベリックスは球団創立40周年を迎えました。おめでとう。ノビツキーの永久欠番セレモニーも来シーズンってことは決まってるし、一つの節目としてユニフォームのデザインが変わる可能性も大いにあると思います。つまりこれからのダラスは控えめに言って激アツです。
この前編後編の動画でマブスの10年について話したのは、今までのことを振り返った方がこれからのことももっと楽しめると思ったからです。それじゃあ引き続きマーク9番が頑張った、ベテランに頼りがちな、リードはないと思った方がいい、癖の強い頑固なヘッドコーチが指揮するスターがフリーエージェントで来ないチームを応援していきましょう。今日も最後までチョコたっぷり応援していただきありがとうございました。チャンネル登録は左下をポチッと、そしてインスタとツイッターもやってるので、もしよければ概要欄からフォローしてください。マブスはユニフォームがダサいので変わってほしい。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイキーン。